本命チョコだった。ねえねえ、本命っぽい子からもらった本命っぽいチョコはどうするの？どうするも何も、本命っぽいだけで本命っぽいだけだろ。え、どう見ても本命っぽいよ。本命っぽいかな。ぽい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 、うるさいでござる。お主らはゴミ箱でござるか。え、どういうゴミ箱？うるさい、そこはいいでござる。そもそも何をもって本命と決めるのでござるか。そりゃ自分が本命だと感じ取ったらそれが本命よ。はい、これ本命っぽいでござるね。やっぱり本命っぽいよね。やめろ、茶化すんじゃねえ。本命っぽい確率 90% を超えました。やめろ、あんまりからかうと承知しねえぞ。え、承知しないって何するの？そりゃおめえ、あんなことやこんなことだい。やん、お代官様、許してちょんまげ。お代官だけにちょんまげとはやるじゃねえかい。ははー、ありがたきお言葉。ん、どうしたの？どうしたい？おい、どうしたの？なんかあったの？どうしたの？あー、やべっすべ。